スタンデー・フィッシャーは、アメリカ合衆国とイスラエルの経済学者、イスラエル銀行前総裁。北ローデシアで、ユダヤ系移民の子として生まれ、1956年頃に、現在のジンバブエに移住し、高校最後の年に経済学を履修した。1962年から、イギリスのロンドンスクール・オブ・エコノミクスで、修士課程まで学び、 アメリカ合衆国のマサチューセッツ工科大学へ渡った。ここでは、金融政策が効果的な雇用拡大につながるとの持論を展開している。1969年、同大学で PhD を取得した。シカゴ大学を経て多年にわたり、マサチューセッツ工科大学で教職にあった。受講者には、ベンバー・ナンキ、マリオ・ドラギ、ローレンス・サマーズ、グレゴリー・マン・キュなどがいる。 アメリカとイスラエル両国の市民権を得ている。1988年からの世界銀行チーフエコノミスト就任時から政策運営に関与することへの意欲が高まり、サマーズの援助もあって1994年に国際通貨基金の筆頭伏線無理事となった。1996年に IMF 筆頭伏線無理事としてタイバーツがドルに対して高すぎると、 大中央銀行に対して警告をしたが、市場混乱を恐れて公開されなかった。2002年に指定グループ副会長に就任後、2005年12月に打診を受けてイスラエル中央銀行総裁となった。2011年、同行において金融政策委員会を作り総裁の裁量権を放棄した。2014年6月に、 中銀総裁の任期が終了する予定であったが、2013年6月末に退任した。2014年1月、オバマ大統領から、米国連邦準備理事会副議長に指名された。6月17日就任。2017年9月6日、トランプ大統領に退指示を伝えた。大統領に当てた辞表によると、個人的な理由で10月中旬に副議長職と、 理事職を共に辞任するとしている。AB、情報ボックス、米 FRB の次期副議長に指名されたフィッシャー氏の横顔。ロイターズ、h t t p ロイタードッ c o m アーティクル、マーガツニズ、イジビール3 n 0個0 1 w 0 2 0 1 4 0 1 1 5 2 0 1 4年1月16日、閲覧。米大統領。 フィッシャーゼンイスラエル中銀総裁を FRB 副議長に指名。インターナショナルビジネスタイムズオリジナルの2014年1月15日時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 4 0 1 1 5 1 7 2 0 4 1 h t t p j p i b t i m e s c o m a r t i c l e s 5 3 8 8 2 0 1 4 0 1 1 1 3 8 9 3 7 1 4 9 0 h t m p シャーシカ。 米 FRB 副議長に就任先生、他の二理事も、ロイター2014年6月17日、FRB 副議長が10月日任任期8ヶ月、年おちょこし。日本経済新聞。http コロンスラッシュスラッシュメガワットドット日経ドットコムスラッシュ sp スラッシュ。アーティクル、ジャックスロスム 06h8 バイト w7a900c100 万。 2017年9月7日閲覧。ブラックロック、シニーアドバイザーに、フィッシャーゼン FRB 副議長ブルームバーグ。ありがとうございます。